清宮幸太郎は少年期に世界大会で活躍し、和製ベーブルースと呼ばれた。高校3年生の12月にディズニーで週刊誌に撮られたことがある。中学時代にイチローと会い、イチローにデカッと言われた。リトルリーグ時代に132本のホームランを記録した。小学校時代には横綱大砲の孫と相撲大会で勝負していた。学生時代の成績はオール5だと言われるほど優秀だった。高校1年生で甲子園に出場して、1年生ながら高校日本代表にも選ばれた。幼少期には親の教育方針でゲーム機を買ってもらうことができなかった。中学生時代には山盛りのパスタでご飯を食べていた。高校通算3年間で111本のホームランを放っている。